はい、皆様こんばんは。今日もチャンネルやった平常運転でお届けしてまいります。珍しく今日はノンアルコールでいっちゃいます。たまにはね、休肝日作らなければいけないっていうことでね、今日はノンアルコールシラフのお父さんでございます。今日はね、お昼からちょっといろんなとこ行ってました。名古屋の繁華街の方に行きました。名古屋の三越っていう百貨店があって、そこの横にラシックっていうところがあります。そこのラシックの麻婆豆腐、チン麻婆豆腐かな、ここのお店、チン麻婆豆腐1862年からって、この生徒っていうお店ですかね。そこに行ってどういうものかなと思って食べてまいりました。でその食レポをまた後でしたいと思います。まずね、こんな感じで、これ名古屋の丸の内っていうと、こっち側がお城、名古屋城があるとこなんですけど、まあ結構オフィス街なんですよ、この辺りね。僕はここから、この辺りからこう歩いていって、ここがラシック、麻婆豆腐屋さんがあるとこね。そこ一回行ってみたかったんで行きました。まあここからだったら13分ぐらい、1キロぐらいなんで、まあまあ歩ける距離かなと思ってます。まあこういうのはね、途中歩いていってるところの道なんですけど、あんまり取れてないのかな。結構飲み屋街なんですよ、この辺りって。なのでこの辺りだったかな。まだ飲み屋街は少ないとこなんですけど、まあ普通のスナックとかクラブとかね、あって、クラブとかだったら1回座っただけで3万円とかね、そういう感じのお店がほとんどです。まあ、安いところで1回座って1万5000円とかそういうとこで、まあ、2、3年前はよく私も行きました。もう今はもうほんと年に1回行くかどうか、ほとんど行ってないですね、ほぼね。これではないな、もう取ったと思ったんだけど取れてないかな。これはこれもまたちょっと、この繁華街は過ぎてますね。その夜のお店の場所は過ぎてますね。取ったと思ったんだが消してしまったんかもわからないですね。でこれもこう置いて、これが三越、三越だったと思います。三越ね。でここの奥のこの三越の奥側がラシックっていうところです。ラシックはね、また後で言いますけど、これラシックってこれ書いてあるんですね。ここね、ここに向かっていきました。でこれが三越の写真、名古屋三越ね。名古屋は三越よりか松坂屋とか高島屋の方が結構有名なんですよ。東京の銀座とかだったら三越が一番大きいと思うんですけど、名古屋はなんか松坂屋と高島屋ですね、大きいね。まあ三越もまあ大きいですけど。でここ行くのに、こっちからこっちに渡らなければいけないということで、栄地下っていうところがあります。こっから入って行ったところ、こう入ってずーっとくってこっちに渡るんですよ。これがこれになります。まあ三越に直結してるって感じですね。こんな感じでね、新しく改装になって、なんか新しいディスプレイみたいなのが
構ついてるんですよね、こう。綺麗な感じになってて。で、これが上が道走ってて、この奥がこの三越のクリスマスバージョンですかね。この奥が三越の入り口になります。どこだっけ？この後これ三越の入り口なんですよ。だから、地下街と直結してるって。で、これが入り口で、これが三越を歩いていってるところで、これがラシックに入ったとこですね。あ、いいか。失礼。置いて、ここ入ったとこ。これでエスカレーターでずっと7階、8階まで行きました。そこに、麻婆豆腐のお店が。ありました。あら、あ、これ上7階に上がったところ。こんな感じで、ね、いっぱいお店があって、結構リーズナブルなんですよ。チーマーボード定食も1223円だって、まあ普通に食べれるかなって感じです。お昼、まあ、ちょっと高めって言えば高いですけど、こういうお店にしたら安いと。これここに行きました。8階のとこね。最初どこかわからなかった。ここ何階かって、何階にあるのかなって思ったんですけど、ちょっと考えました。この2、3秒考えてたんですけど、映像で撮ったら2、3秒なんですけど、僕実際頭の中であれ10秒ぐらいの感覚、感じで思ってるのが、実際映像に撮ったら2、3秒と。これね、最近動画初めて、自分の考えてる時間すっごい長い考えてるんかなと思っても、実は数秒短かったりね、5分の1ぐらいだったり、ちょっとそれ驚き感じてます。ここでした。ほんとここはね、ラシックのお店は結構おすすめできると思います。昔違う店が入ってたような気がしたんですよ。まあよく、もう記憶も曖昧なんでよくわかんないんですけど。で、頼んだのが、どれにしようかなと思ったんですけど、なんか、麻婆と担々麺が、ちょっと量の少ないのが2つついてて、1200円ぐらいかな、1500円があったんですけど、それはやめました。麻婆だけにしました。これ、ドリンク1個ついてます。じゃーん、これが麻婆豆腐定食でございます。スープ美味しいです。杏仁豆腐も大丈夫。チンゲンさんちゃうかなんだっけ、ザーサイもう大丈夫です。ご飯も美味しいです。ツヤがあって、これ麻婆ももちろん美味しいです。辛めにしなくてよかったなと思いました。これ普通なんですけど、結構辛い。ちょっと辛めって言ったら多分食べれなかったかもわかんないんで、ちょっとね、激辛好きな人は辛めがいいと思いますけど、普通の人は食べれない人いるかもわかんないですね。女性の人で、いつも甘口食べてる人とかだったら多分食べれないかもしれませんせ。何言ってんだよ、僕は。はい。食べました。で、美味しいものにはお代がつきます。はい、1230円なり、成田さん。でーす。これは、もう疲れたから帰ってるとこですね。これ、さっきの地下街が、地下鉄につながってるっていうところです。で、その後、これで地下鉄で名古屋まで行って、今度これ、名古屋の高島屋です。高島屋で、ラグジュアリーブランドのね、ディスプレイをちょっと撮ろうと思って行ってました。で、ヴィトンのとこですけど、前から撮ってるとこなんですけど、エスカレーター上がればいきなり、このディスプレイがあると。
綺麗なんですよね、これね。前も撮ったんですけど、で、このディスプレイ の写真がこれね。奥まであると思ってたら、これ、ここまでなんですよね。で、立体的に飛び出ていると。かなり綺麗かな。こっちも、ハート。これね、いろいろ使えそうだなと思って、すごい、ビドンさん、コマーシャルさせていただきます。商品買ってないんですけど。でね、もっと他にもね、ディスプレイ綺麗なのあるんかなと思ったんですけど、なかったんですよ。これ、プラダのとこなんですけど、このぐらい商品飾ってるぐらい。で、プラダ逆方向。このパネルあるぐらい。あんまりディスプレイないんですよ。ちょっと空振ったな、みたいな。これがティファニー。ないんですよ。だから、この写真、写しました。ティファニーのこの色ね。独特の。こういうのはディスプレイありましたけど、トランペットみたいな。トロンボーンか。まあ、得意のこの色使い。あのグリーンみたいなね。ティファニーの色ね。エメラルドグリーンですか。はい。グッチもあったんですけど、グッチもね、ディスプレイないんですよ。だから、このぐらいしかないです。これが、あんま知らないです。ミュウミュウ、グッズです。で、ちょっとね、そのディスプレイに関してはしょぼいんで、もうそのまま帰ってきました。だから四日市、虹がかかってたと。それからですけど。はい、虹。雲がちょっと変な雲だって、これ、まあ普通の雲ですけど、四日市っておかしいんですよ、雲。また後でね、次回、説明しますけど。これはね、お家からの写真。本邦初公開ぐらいかもわかんない。ここは例の、ここがその、先ほどラグジュアリーブランドが入ってた、名古屋の高島屋のビルです。家からこんな近いんですよ。なんて。なんだよ。って感じでね。まあ、これが、まあいいや。で、これ雲。おかしい雲なんですよね、今日。地震が起こりそうな感じの変な雲。で、四日市の雲、ちょっと独特で、真冬でもなんか、梅雨時みたいな雲しててね、ちょっと変わってるんですけど。はい。ということで、今日は、NHK、ジャパンカップ、フィギュアスケート男子のショートプログラムがやって、先ほど見てましたね。全日本フィギュア選手権、羽生高橋宇野、ソロ最後の戦いってね、今出てますけど、今ちょうど終わりかけて終わったのかな、わかんない、まだやってる。ということで、今時間が夜の8時18分、今日はね、ちょっと、ずっと行きたかった麻婆豆腐店、行きました。まあ、感じとしては、東京の深川にある陳建一麻婆豆腐店の麻婆によく似たスタイルです。味はどっちがいいかな、僕好みはまだ陳建一の、東京のね、深川の方の方が僕は、自分には合いますね。で、もっと合うのが、実は四日市の、都ホテルにある中国料理四川、そこの麻婆、あそこは美味しいですよ。最高、今まで一番食べた中で美味しい。多分みんなそう言うと思いますよ、他の人。僕の口はね、結構合ってるから正しいジャッジ、正確なジャッジできる口なんで。はい、ということで今日はこの辺りでおしまいにしたいと思います。では、さよなら。ゴビゴビポポン、ポコポコ、ピュー。